大広志商事は、群馬県高崎市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。六号小学校低学年から、六号ジュニアファイターズで活躍。長野高中学校時代は、ボーイズリーグで活躍。部活は、バスケットボール部に所属していた。桐生第一高等学校時代、小打寿や一条安弘らと共に1999年の、 第81回全国高等学校野球選手権大会で優勝。2年生ながら4番に座り、決勝戦では本塁打も放ち群馬代表初となる夏の大会制覇に花を添えた。高校通算44本塁打。卒業後は東洋大学に進学。1年次から4番を任される。4年次は首相を務め、春と秋にベストナインを獲得。2004年の 第33回日米大学野球の日本代表に選出。東都大学リーグ通算97試合出場、350打数88安打、打率、251、13本塁打、46打点。2004年度ドラフト会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスから6巡目指名を受けて入団。2012年から楽天の球団スタッフとなり、現在は、 同球団のジュニアコーチとして子供たちに野球指導などを行っている。強権強打で将来の中軸として期待された選手。打撃に関してはチーム首脳陣から高い評価を得ていた。ポジションは三類種あるいは一類種。背番号35は尊敬する長島修雄の背番号3と三類の守備番号である5を並べたものである。出場機会を増やすため、 ファームでは左翼手、2007年からは二塁手、2008年からは右翼手としても出場していた。小学校時代には校庭の端から本塁打を打って校舎のガラスを割れるなど打撃センスを見せた。2008年の周期キャンプでこの年のホームラン王である中村豪也を上回るスイングスピード150キロを記録した。打席でフルスイングしたらバットが手から抜けて、 ベンチの屋根まで飛んだことがある。楽天でチームメイトとなった一場康弘とは気流第一高校でも一緒にプレーした。同じくチームメイトとなった長井玲は東洋大出身の後輩である。好きな食べ物は焼肉。しかし牛タンは嫌い。ありがとうございます。